上手と決戦を余儀なく行ったリーコ。リーコが勝利したんじゃけど、上ではダンテが無限大魔と格闘しよるみたいじゃ。ダンテは無限大魔を捕らえたのか。そしてリーコたちはその後チャンピオン戦をすることができるのか。リーコ、俺は覚悟決めてるぞ。お前は大丈夫か？もちろんだよ。さすが俺のライバル。よし、兄貴を助けに行くぞ。私、ホップ君のライバルになったつもりないんだけどな。あんなんがライバルじゃ、リーコは物足りんもんね。君たち、結構ひどいこと言うね。じゃあ、V8 はホップがライバルだと思う？それはないかな。なら、ホップはライバルに値せん存在じゃってことじゃろ。それもそうだね。そろそろ無限大魔の様子を見に行くよ。これが無限大魔か。もっとかっこいいのかと思ってたけど、そうでもないな。リーコ、結構ひどいこと言うね。このルックスなら、わしの方がかっこええね。一つ目なのに。何か言うたか？危険も顧みず、助けに来てくれたのか？心の底からサンキューだ。ホップ、リーコ、お前ら、たくましくなったな。だが、安心しろ。無限大魔の能力何かダイマックスできずに手こずったが、チャンピオンタイムもいよいよクライマックスだぜ。ウィザードンもはじめ、チャンピオンチームの力で、無限大魔を追い詰めた。あとは、暴走を止めるため、ボールで捕獲する。ただそれだけだ。見てろよ、チャンピオンタイム。なんで、できるんか？チャンピオンなんだから、できるでしょ。すごいな。ウィザードンが守ってくれんかったら、リーコたちは飛ばされとったね。こんなんじゃ、誰も無限大魔を止めることできないのかな。無限大魔がこっちに来る。リーコが覚悟決めて戦うしかないみたいじゃの。私はガランテのチャンピオンになりたかっただけなのにな。無限大魔を倒さんかったら、そんなこと言っとられんよ。そうだよ。バリコーちゃん、頼んだよ。今までにない緊張感だね。私、無限大魔を倒すことができるのかな。リーコ、弱気になっちゃいけんよ。無限大魔から攻撃してくるんだね。なんか迫力ある。何か耐えてくれるかな。どうにか耐えれたね。じゃあ、バリコーさん攻撃よろしく。もうちょっとやったもう。相手を凍らせることができたし、リーコが有利だね。次で決めちゃうよ。無限大魔は凍って動けないから、攻撃を受けなくてラッキーだったね。ってことで、バリコーさん決めちゃってください。よっしゃ。無限大魔を倒せたんじゃね。だけど、この無限大魔どうしよう。リーコが捕獲するしかないじゃろう。無限大魔倒れたんじゃなかったんだね。むしろ、強くなってるような気がする。今まで私がやってたことは？無限大魔にとって痛くも痒くもなかったみたいだね。そんな、今回ばっかりは、リーコのお手上げ状態だね。なんだか、ますます強くなってるような気がする。どうしたら無限大魔を攻略できるの？それに出てきたてみたいなの気持ち。もう一回戦うしかなさそうだね。マジか。バリコーさん回復させてないし、正直、勝てる気がしないんだよね。つべこべ言わんと、さっさと倒しにかい。しょうがないな。いってらっしゃい、バリコーさん。なんだよ、でかすぎるぞ。リーコ、一緒にやるぞ。え？ホップ君も戦うの？ホップ、足手まといになるだろうね。確かに。てか、バリコーちゃん回復されてる。科学の力ってすんげー。どういうこと？あんま、突っ込まんといてあげてーや。なんだ？技が出せないぞ。確かに、さっきから技出せないよ。ホップが一緒に戦うて、無限大魔が起こったんじゃろ。これじゃあ、無限大魔を自分にることできないじゃん。忘れてた、マドロイの森でケント盾を見つけたんだった。ケント盾ってあのボロいやつだよね。あんなんで無限大魔を沈めることできるのかな。リーコの盾を頼む。ボロボロとも何かをするからな。本当に何かをするのかな。だけど、この状況じゃ何もできないし、やってみますか。マドロミの森の奥にある遺跡跡。ここでリーコたちはボロボロの剣と盾を拾った。その近くでは、遥か古のポケモン。ザシアンとザマゼンタが暮らしておった。この圧倒的存在感は、伝説のポケモンと言われても間違いないだろう。
その伝説のポケモンが、ミーコたちを手助けすることになるとは、あのボロい剣と盾を手にした時に、ミーコたちはこれっぽちも思っていなかったのである。これ、何の意味があるんだろう。こんなボロボロの剣と盾が役に立つとは思えないな。破壊戦線みたいなのが出てきたんですけど、サジアンとザマゼンタが出てきたのう。このまま私たちの代わりに戦ってくれないかな。それはないでしょ。ボロボロがどっかに行っちゃう。ことができるのか。リーコの波乱の物語はまだまだ続くのである。